はい、ということで今回はワンピースサウザンドストーム、こちらの方やっていきたいと思います。もう、5回目かな、5、6回目だと思うんですけど、今回はねおもちゃ TV ないんで、ブラックおもちゃ TV が一人でやっていきたいと思います。で、今回何やるかっていうとですね、ガチャがね、今日火曜日なんで明日かな、明日から多分虹の宝石がね買えるようになったりとか、あとグランドオープンが明日なんで、多分明日からねイベントとかも結構出ると思うんですけど、その前にね、最後のじゃねえか、その前にまあフレンドポイントガチャっていうの、下にあるねガチャですね、これが10回回すことができるんで、これをね10回回していきたいと思います。これでもなんか運良ければ星5が出ましたみたいなっていう人がいたんで、これをねちょっとやってみて、まあ何が出るかちょっとね、まあ虹の宝石買う予定なんですけど、その前に一回ちょっとやっていきたいと思います。じゃあね10回回していきましょう。はい、ちなみにこのフレンドポイントっていうのはあのマルチで出るともらえますね。よいしょ、いや、あーこれ微妙か、あーマジか、あーあー金ばっかだな、あー全部嘘でしょ、全部じゃん、全部でしたね。はい、一回回しとこう。このフレンドポイントって結構簡単に貯まるんでいいと思いますね。まあそんなに多分だからいいのは出ないと思うんですけど、あーあるとまあこんな感じっすね。まあどうだろう、まあ、このねプレミアムガチャもまあ27日まで期間限定なんで、どうしようかな、やっときますか。今石が一応29個あるんで2回ぐらいちょっと回していきましょう。じゃあこれでねいいやつ来ると熱いんだけどな。フレンドポイントやっぱ結構難しいっすね。よいしょ、あどう、あーマジか、なるほどなるほど、ムッキムキのルフィ当たりましたわ。じゃああと1回ね回していきたいと思います。来い、あー確定じゃないけど、よーこれはいいんじゃない、これ金だよね、来た、来いまくれ、うーわマジかあでも星4っすね、あいいいいいい、ゾロはね使ってるんすよ、あこれはいいっすね、いいのが当たった、ゾロのおにぎりは嬉しい。ちょっとね編成見て、今回はねこんな感じでちょサクッと終わるんですけど、今一応あの星がねキャラメダルが星4ですね。でずっと今東の海でなんか一生懸命回ってるんですけど、あとちょっとでねゾロが星5になって、ちなみに星6になるとこのなんか周りのメダルのね枠が虹になるみたいですね。たまにいるんですけど、すごいかっこいいですね。今はもう技こんな感じで、一応おにぎりの枠がここなんですよね。で、これちょっと弱いんですよね、やっぱり。ただ、レベル5で、まあまあ頑張ってる、みたいな。結構ね、入れたんですよね、こいつに。で、さっきゲットしたやつが、これかな?これですね。あ、これ1レベルで164あるんで、しかも、おにぎりレベル5なんでね。あー、これに変えますね、ゾロは。そこの新カード強くしていきたいと思います。こいつですね。肉とか与えるとすぐ強化できるんで結構もらえるんですよね。でやっぱりなんかその東の海とか最初の海回っていくと、まあ、キャラクターにあったね技のやつとかがもらえるんで、多く技レベルに上げるのも適してますね。いきなり40までいくか、まあ、ここいやこんな感じで、5大成功かな。はいはいはい、こんな感じで一気にね40レベルまで上げときました。で星4ぐらいとです、星が4つぐらいだと、まあ、総合力がね3万7000ぐらいだいたいありますね。これを多分変えるんで
この枠を、これに変えるとね、おそらくこんな感じで3万8000円ぐらいになるんで、まあまあいいんじゃないかなっていう感じですね。で、まあ今回はね、ガシャを10回、フレンドガシャ10回かと、あと普通に石使って2回、まあ、回してきました。まあもうちょいね、星5が出ると最高なんですけど、まあそこはね、水曜日にグランドオープンするときにね、ちょっと取っておいて、グランドオープンするときもね、しっかりガチャ回していきたいと思うので、もしね、気になる方がいれば、チェックしてみてください。